昔アーサーと作ったことがあるその時カボチャの皮を調理する時は温めてから切るのがいいと知ったハロウィンらしい料理ですねあの賢者様にトリック・オア・トリートと言ってもよいですか カボチャの皮、切るのが大変だったんじゃないか。俺のために、ありがとな。ふ <laughs> 暖かくて、ホクホクしてます。安心する味です。カボチャがホクホクで幸せじゃ。 うん、うまいこれならブラッドリーも食べられるかもしれんあまり甘くないなこれケーキじゃないんですかま腹に入れば何でもいいですけどかぼちゃと人間の頭 どっちの方が割るのが大変なのかないつも、さりげなく俺に野菜を食わせようとしてくるよな。はっ <laughs> 上等じゃねえか。食わせられるもんなら食わせてみな今夜の晩餐のお供にも、 いいかもなうまいなパイならもっと嬉しかったがこれも悪くない実家の母がこの時期はよく作ってくれましたなんだか懐かしいです お子様達が喜びそうな味だなけど酒のつまみにも良さそうだ軽食にはぴったりですねバーのメニューにも検討してみましょうかうん、うん、かぼちゃ カボチャの皮はどこ被って遊びたい。みんなを驚かせに行こう。甘くて優しい味だね。お、口についてるえへへ、<laughs> 恥ずかしいな。優しい味わいです。 まるで手間のかかる料理を惜しみなく僕にご馳走してくれる賢者様のようにこういう素朴な料理って好きだな平穏な日常って感じがするからカボチャは色が鮮やかだからお皿の上が明るくなりますね この色を絵の具で表したら、素敵な絵が描けそうです。優しい味ですね。羊の世話の合間に食べるのもいいですね。コーンスープと一緒に食べたら、もっと美味しくなる気がします。